はい皆さんこんにちは今回の授業は三角関数の不定積分についてまだ考えていきますどんな三角関数を積分していくのか確認していきましょうねはいタイトル名を見てください cosmx sinmx の不定積分と書いてありますここに使われている x の係数の m ね x の係数の m は m は ゼロでない整数としてみてくださいね m はゼロでない整数ですそしていつものようにある関数を微分してある関数を微分してね積分の公式へとつなげていきますまず最初丸は小括弧の中をよく見てください小括弧の中は m 分の1かける sinmx ですこの m 分の1かける sinmx をダッシュ微分していきます 1> 1 m 分の1というのは係数です係数はそのまんま手をつけてありません微分するのは微分するのはこの sinmx の箇所です sinmx を微分するわけねえー、これは sin の mx 簡単な合成関数の微分になります sinmx を微分すると何になるかここなんですね m かける c o s m x です サイン mx を微分すると m かけるコサイン mx そして m と m 分の1が掛け合って訳されて計算結果はコサイン mx となってきましたはいここに着目してくださいここにね皆さん m 分の1サイン mx カッコダッシュこの式を微分するとコサイン mx になったんですということはインテグラルを用いて書き換えるとこのような関係式になるわけです。 インテグラルコサイン MXDX イコール M 分の1サイン MX プラスラージ C ラージ C は積分定数です。いいね。M 分の1かけるサイン MX を微分したらコサイン MX になったんだからコサイン MX の不定積分はこの小括弧の中の式 M 分の1サイン MX プラス C となるわけです。 この公式のね、覚え方を説明しとくね。計算、あの、この結果の式の覚え方ね。こうやって覚えればいいの。い,いかいコサインの積分は君たち何になったコサインの積分は君たち何になったサインだよね。そう。サイン MX と書いてしまうわけ。そして、X の係数が M だね。X の係数 M ね。この M の係数 M に着目して、M の逆数、M 分の1をつければいいわけ。覚え方はこうやるわけ。もう一回いいよ。 コサインの積分はサイン。その積分の形を書こう。x の係数の m を確認して m の逆数 m 分の1をここにペターンと貼り付けてあげればいいわけ。これがコサイン mx の積分の公式です。ではその次、丸いマイナス m 分の1コサイン mx を微分しています。係数 m 係数マイナス m 分の1はそのまんまです。微分するのはコサイン mx です。 微分するのは cosmxcosmx は簡単な形の合成関数それを微分すれば小括弧の中の式になります -m×sinmx となりますそして係数係数と係数のス m 分の1とここに現れたス m が簡約されて約分されて計算結果は sinmx ですなぜこの 丸いの式の丸いの横にこんな長い式を書いたかというとここが大事なわけマイナス m 分の1コサイン mx を微分したらサイン mx になったね小括弧内の式を微分したらサイン mx になったねこれによってサイン mx の不定積分の関係式が得られたわけですインテグラルサイン mxdx はイコールこの小括弧の中の式マイナス m 分の1コサイン mx プラスラージ c c は積分定数ねこれもねこの公式の覚え方説明するねサインの積分はどんな形サインの積分はどんな形マイナスコサインだよねサインの積分はどんな形マイナスコサインそう積分された形マイナスコサインをポンポンと書くわけその後 さっきと同じように x の係数 m x の係数 m だね m の逆数 m 分の1をここにつけるわけいい sin の積分はどんな形マイナス sin そしてここに m 分の1という係数をつけてあげればいいこれがこの公式丸は丸いの覚え方ですではそろそろ問題1に入っていきますはい問題1が出てます インテグラルコサイン 3x dx を求めようね。はい、今日の授業のテーマはコサイン mx の積分だったわけです。その m の場所が3です。ではね、先ほどのオープニングのポイントのところをもうちょっと見やすい形で整理していきます。黄色と赤の小曲線ね。 この公式の覚え方はね、どうするか。積分するのはコサイン。コサインの積分の形はサインだよね。そうしたらこう書いちゃうわけ。ちょっとここ開けとくよ。ちょっとここ開けておくよ。この公式の覚え方。コサインの積分はなに。サインだったよね。コサイン M. X. だからサイン M. X. と書いてしまう。わけ そして x の係数 m が来てるね m の逆数 m 分の1を書いてあげればいいわけ覚え方わかったコサインの積分はどんな形サインだよねサイン mx を書くわけそしてここについている m に対して逆数 m 分の1を貼り付けてあげるわけこれがオープニングのところでやった公式そしてその覚え方ですはい。ではインテグラルコサイン 3x だよ m のところが3になってるだけなんです。こうね。そしたら、いい、この公式に当てはめろと言ってるわけじゃないの。コサインの積分は何になるんだっけ。コサインの積分はサインだよね。こう書いてしまうわけ。コサインの積分はなに、サインだよね。サイン三 x を書くわけ。そしてここで初めて。 3の逆数分のをここに入れるわけそして最後にお約束通り積分定数をつけるわけで C は積分定数をこの下に入れときます はいもう一回やるねインテグラルコサイン3 x d x サインの積分はどんな形ササイインンだよねサインと書いてしまうそして x の係数の3を見てその逆数3分の1を書き込んであげればいいわけです。はい問題1の E いい問題1というのはオープニングで紹介したポイントをもっとね手際よく黄色と赤のチョークを使って説明した関係式です。 問題では、mx のところの m が3になっていただけね。はい、では問題一の解説はここまでとしますよ。はい、問題二が出てますね。問題二は、インテグラル、サインシータ、コサインシータ、d シータを求めよう。はい、いつもはね、よくここの文字が x になってますけども、えー、今回はシータにしてあります。シータにね。 あれ待てよ、サインシータかけるコサインシータだよね。今日の学習のテーマはコサイン mx あるいはサイン mx の不定積分だったわけです。それらしき形がいません。今回の学習のテーマはサイン mx みたいな関数の積分だったわけ。こうやって喋ってたら君らなんか気がついてくれたかな。サインシータコサインシータってある有名公式の中に出てくるの。 ある有名公式でそれは何かというとこれなんですサインの二倍角の公式サインの二シーターは二倍のサインシーターコサインシーターだったんだよね気がついたほら インテグラルの右側に来ているのがサインシータかけるコサインシーターでしょ。サインシータかけるコサインシーターが積分すべき関数ね。それが今ここに発生したわけよ。積分すべき式はサイン2シーターイコール2倍のサインコサインと書いたときにここにいたわけ。ということはこの赤波線の式は赤波線の式は2分の1サイン2シーターと書き表するね。 この関係式を用いることでいいですかよしきイコールで始めるねいいかなよしきってのはこのことだよ インテグラルサインシーターコサインシーターディーシーターね、よしきイコールインテグラルサインシーターコサインシーターは2で割り込んで2分の1サイン2シーターになったわけですそうするとサイン2シーターの積分ねここにね 問題一と同じようにして問題一と同じようにして赤と黄色で書き込みますねインテグラルサイン MX DX ねこれの覚え方ねサインの積分はどんな形サインの積分はマイナスコサインなの だからマイナスサインの積分はマイナスコサインねマイナス入れてよ一文字分開けます一文字分開けてサインの積分はどんな形マイナスコサインね x の係数が m だよねあここはちゃんと赤で入れときましょうお揃いでね サインの積分は形はマイナスコサインその形を入れる。そして x の係数の m を見てここに m の逆数 m 分の1をつけてあげればいいわけ。これがオープニングのところでやった、えー、ポイントだったわけね。はいここもあえてポイントと打っていきます。積分定数のプラスラージシは省略してあります。はいではこの 黄色と赤のチョークで書き込んだことをベースにして上にある「し式イコール」の計算の続きを下に白のチョークで入れていきます二分の一ねこの二分の一は係数として追い出されます二分の一はインテグラルの前に係数として追い出されて二分の一が入ってきますそして見るのはン二シ2タねン二シ2タね サインの積分の、サインを積分したら、どんな形になるのマイナスコサインね。ここはね、ちょっとね、括弧で括っとくね。二分の一は係数として、追い出したわけ。サイン二シーターの積分、サインの積分はどんな形マイナスコサインね。シーターの係数が二、この二に対して、逆数二分の一入れればいいんです。 はっきり見えるかなサインの2シー,ターの積分サインの積分はどんな形マイナスコサインねそして2に対してシーターの係数の2に対してその逆数を入れればよしとでプラス C ね積分ですここのところが若干きれいになるねえー、2分の1かけるマイナス2分の1でマイナス4分の1ですマイナス4分の1 うん、ここにちょっと入れたいけどもきついからイコールここら辺からでいいのかなちょっとここら辺からイコール書きますねはいマイナス4分の1係数マイナス4分の1ねでコサイン o s 2タ そして C は積分定数というのはちょっと上のスペースに入れてきます。上のスペースにね、C は積分定数。はい、ちょっと影になってて見えなかったかもしれないけども、はい、ここまで計算したわけ。そして式を… えー、式の計算をまとめとして入れたのがス4分の 1cos2θ+c で,で c というのはここで登場したんだけど積分定数上に入れてきましたはい sin×cos の積分は2倍角の公式を用いてインテグラル1 2分の 1sin2θdθ に書き直して sin2θ の式を このオープニングのポイントのところで説明した公式を用いて計算していけばいいわけです。では問題2の解説はここで終わりとします。はい、今日の授業をまとめておきます。もっとね、砕いた言い方でね、まとめておきますね。まずこちらのやつね、コサイン MX ね、えーコ。コサイン MX の積分なんだけども、こう覚えようよ。 コサインなんとか x の積分はどうするかコサインの積分はサインだよねサインなんとか x を書いちゃうわけそして x の係数の m を見てその m の逆数 m 分の1を先頭にペタンと貼り付けると同じようにしてサインなんとか x サインなんとか x の積分を考えるときにはサインの積分はどんな形サインの積分はどんな形マイナスコサインねマイナスコサインなんとか x を書く。 そして、X の係数の M を見て、やっぱりここに M 分の1をペターンと貼り付けてあげればいいわけ。それを問題1、問題2で、黄色と赤のチョークでやってみせてね。そこをしっかり押さえておいてください。それではこれで今日の授業は終わりにします。はい、皆さんお疲れ様でした。